駅からの乗り換えをご案内いたします。博多方面快速の小倉駅は18時32分3番乗り場向かい側3番乗りです。博多駅特急神戸32号は18時41分同じく3番乗り場です。この車両でございます。まもなく地下1につきは乗り口は右側です。開くのは正面です。二日市で4分停車いたします。しばらくお待ちください。快速列車が先に発車いたします。大野城、南福岡、博多、お急ぎのお客様、快速列車ご利用ください。乗り換えます。牛乳限定で入ります。これなんか前も見ましたね。前も見た景色ですね。これは。でこちらで次の廿日市地域まで行って、そこでこの、乗車を申請して、やりたいと思います。乗りたいと思います。危ないっすよ。まず小倉駅ならこの快速の方がいいですね。
号で開きドアが足元にご注意ください。南大川を出ますと次は2つに止まります。福岡駅に到着しました。ここが車両基地ですね。なので列車がたくさん見れます。あれもヘッドライトついてるけど、そろそろ走り出すんですかね。走るんであればちょっと発車シーンみたいな。わ、すごいね、 LED がチカ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 なってる。すごい。これで危険ですよっていうことですよね。はい、じゃあこの列車の発車シーンを撮りたいと思います。海賊の国内駅です。R216 編成というのかな、そういうわけじゃないのかな。廿日市の駅では、1分差で発車だったんですけども、だいぶ差がつくでしょうね。快速運転してる列車と普通運転の列車ではですね、発車しないですね。発車しますかね。9両編成の快速列車です。あ、皆さん追いかけてますね。なんかすごいですね。青春が行われてます。しないですかね。してくれたらいいんですけど、それはなさそうです。はい、この駅で、一応6の字に乗車したということをお伝えしなければ、高くお金を払わないといけないから。運転手さん乗ってますもんね。出てくれんすかね。飛行機の音は結構しますね。福岡空港からこう飛び立つんでしょうね。ちょうどルートなんでしょうね、この南福岡っていうのは。で、こちらがあのソニックとかカモメになる車両のタイプです。885系電車で、普通の荒木行きがそこ止まってます。特急電車に一本抜かされていくんですかね。なんで止まってんでしょうか。多分1本ね、通過列車があるんでしょう。はい、はい、この駅からどう行こうかな。ところどころこう変えてますね。枕木本クリア線、ちょっとこの駅からちょっと。88号系電車今出ました。そう、タイミング悪い。あ、しょうがないね。不正乗車ないですよ。あ、はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、追加230円で大回り乗車できました。博多、南福岡間、福岡豊線、春田線、鹿児島本線経由の、二日市まで、博多から二日市まで。はい、クリアしました。あら、なんか西鉄バス乗っちゃいました。私はどこに行くんだろう。
西鉄じゃなくて西鉄電車の。はい。西鉄電車に乗って、展示前で帰れますか。旅をしてます。ステップはですね、こういうふうに LED がついてます。で、こう上に上がれるというこんな感じですね。次は終点ですので、このまま乗ってですね、西鉄電車の駅がこっちに確かあったような気がするので、そこから乗れればなと思って、はい、ちょっと貸切 Z です。ひろゆき Z 貸切です。さっきのあのベルファイアの人、あのマナー悪いですね、運転側が。雑所の熊営業所というところに、このバスは終点です。はい、6バスは終点になります。はい、退社します。はい、はい、さっき西鉄バスにも埋まってるひろゆきZです。おー、西鉄バスのアプリがあるんだ。天神のね、あの BRT もこの前乗ったんですけどね、また乗りたいですね。まだまだ動画アップしてないんですけど。あ、ここなんですね。はいはいはい、よいしょ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの、すみません、駅ってどっちですかね、雑草の熊駅は。向こう、向こう。あ、はい、ありがとうございます。はい、これから駅に歩いて西鉄電車乗ります。ひろゆきZでした。